富士ミネラルウォーターは、東京都渋谷区に本社を置く富士急グループの飲料メーカーである富士ミネラルウォーター株式会社により製造・販売されているミネラルウォーターのブランドである。富士急行創設者の堀内良平が1929年に堀内合名会社を設立し、山梨県下部の富士見の部鉄道の土地で湧き出した水を日本エビアンとして製造開始したことに由来する。 日本最古の炭酸を含まないミネラルウォーターである。日本初のミネラルウォーターの製造、販売を行った同社の初の顧客は帝国ホテルであり、現在でも同ホテルで利用され続けている。戦時中はエビアンが適正語であることから1941年に富士港潜水に名称を変更。戦後の1946年に 現在の富士ミネラルウォーターに解消され、今に至る。1960年に山形県で発生した漁船の遭難事故の際に、同社が日本で初めて発売していた備蓄用水、救命水が同漁船に備えられていたことで、漁船員は11日間の漂流の末に生還を果たすことができた。同事故は大ニュースとなり、その後船舶に、 救命水が常備することが義務付けられ、同社の救命水、あとの富士ミネラルウォーター非常用保存水が多くの企業で求められるようになった。長らく皇室御用達飲料水として使用されている、ほか、1979年、1986年、1993年の東京サミットや2000年の沖縄サミット、2007年の北海道東野湖、 サミット、2019年の G20、大阪サミットなど、国際的な公式行事、2014年と2017年の日米首脳会談、1981年のローマ法王、ヨハネ・パウロ二世法日時、2019年のフランシスコ、法王法日時への献上にも使用された。裏千家が東京で行う初釜において、当製品が使われていたことが記録に残っている。 他にも、戦術の帝国ホテルや、ホテル大倉、ホテルニューオータニのホテル53や、マンダリンオリエンタル東京、東京マリオットホテル、アマン東京、アマネムといった高級ホテルや、高級スーパーの明治屋の推奨品である他紀の国や、銀座店一をはじめとする高級レストラン、スターバックス、サルタヒココーヒー、三鷹の森ジブリ美術館などといった施設、店で利用、販売されている。 また、2020年には、ホテル日光成田が企画した、アクアソムリエが厳選する、世界のミネラルウォーターに選ばれた。主力商品の富士ミネラルウォーターのほか、日本初のワインビネガーである、ホリスワインビネガー、富士プレミアムスパークリングウォーターなどの商品も製造、販売している。2020年11月には、サウナの後の整い、ウォーターとして、 漫画家の田中克樹氏デザインのラベル仕様のサミ水を発売した。富士ミネラルウォーターの設立と同年に命名された特急富士の食堂車、ミカドのメニューには日本エビアンが乗っており、8000で販売されていた。発売当時の日本では井戸水などを飲用水として活用しており、水を瓶に入れて販売することは考えられなかったため、売れるわけがないと悪魔嘲笑の的になったという。 そこで、堀内良平は、地域の後藤新平をはじめとする政財界に呼びかけを行い、反復会の水を飲む会を発足。一升瓶10本を3円で販売し、乗用車の増加につながった。国鉄スワローズで400勝を記録した金田翔一は、試合が終わると、富士ミネラルウォーター 900ml 瓶を1機、飲みしたという。戦時中は、 出撃前の水酒きとして使われていた。業界で初めてペットボトルを採用した。非常用保存水において環境負荷を低減するためにいち早くラベルレスウォーターを導入したほか、2021年7月には紙パック製品を販売開始し、同製品によりプラスチック使用量を75%削減した。ありがとうございます。